こんにちは、札幌占い美容室アイマックスの後藤です。今回はステップ矯正の、予習ということでですね、簡単にやり方をお伝えして、今後ですね、モデルさんでやったものは、今後のレッスンでシェアしていきますんで、今回はあくまでもやり方をちょっと先に教えておきます。はい、じゃあそのステップ矯正ってどういうものかっていうと、根元からかける宿毛矯正になります。じゃあ根元からかける宿毛矯正って何なのかっていうと、従来の宿毛矯正はこの根元のね、この部分はね、5ミリから1センチぐらいはちょっとかけれなかったんですね。薬はそこを開けてつけるわけですけれども、まあ、根元からつけたらパコーンと折れてしまったりとかですね、そういうことがございまして、どうしてもあの顔前の産毛だったりとかですね、根元側のところが癖強い方とかなかなか難しいと、綺麗にこうツヤ出す宿毛矯正が難しい時もあると思うんですよね。でうちのお客さんでも非常に難しいお客さん、宿毛矯正が綺麗になかなかできなかったお客さんがいて、まあここ何ヶ月かにわたってですね、まあそれぐらいこう、まあ毎年毎回やるわけじゃないんで、3ヶ月とか半年に1回しか矯正やんないんで、そこでちょっと自分なりにも、まあお客さんを使ってても申し訳ないんですけど、まあ、履歴を見るとなると、お客さんをちょっとずつですね、まあ、僕なりにも、検証しながらですね、少しずつまあアタックしてきたんですけれども、今回のステップっていう名前は、まあ2ステップとか3ステップとかっていうそのステップです。はい、で前の以前のですね、新型宿毛矯正の方とかヘナの宿毛矯正とかに、まあ、やり方はちょっと似てるんですけれども、それをアレンジして、今回新しく作りました。で一応今回の矯正で、まあ、ほぼほぼですね、これでまあいけるんじゃないかなっていうふうに僕は確信しております。まあ、なぜかというと、従来の難しかった矯正の方とかも毛伸びてますし、まあ、やっぱり自然になるっていうところだし、あとアイロンが非常に楽になります。はい、でアイロンは2回入れます。はい、でまずですね、あの大まかな流れをちょっとお伝えしますね。で、まあ、最初ですね、あのプレ還元した状態で、まあ、メインの薬剤つける前にある程度髪の毛を、綺麗な状態に伸ばしておこうという部分です。はい、そこをまずやって、いくというような感じです。でプレでやる薬剤が感じなんですね。でその薬剤の作り方からはちょっとやっていきたいと思います。あの薬剤がちょっと皆さん持ってないものもあると思うんですよ。でちょっとここはもう僕もちょっと心が痛いところなんですけど、皆さんに無料配布できる薬剤の作り方です。まずお湯入れます。 60g、まあ、とりあえず100で1回作る方法ですね。はい、これで今 60g です。あの、まあ、ロングでも全然これで足りますから、これをシャンプー台に寝ている状態ですね。まあ、プレシャンプーを軽くしていきます。流れとしてはまずプレシャンプー、これができたら結構いろいろ、本当矯正怖くなくなるんで、ぜひいい結果が出るんで。で、まあ、はい、まあ大体160から180、僕は180で結構入っちゃうんですけど、で、まあ多分ちょっと今皆さん半信半疑だと思うんですが、やってみたら分かるんですけど、めちゃくちゃ伸びます。はい、次は2ステップ目です。ちょっとシャンプー台映せないので、ムササビトリートメントを入れて、あとお湯入れて振ってるだけなんですけど、今ちょっと入ってないんですけど、で、まあ、これね、ヘナウォーターとヘナジェルつけるんですけど、これ飛沫油とか入ってるんで、ちょっとオイルでカバーしてくれます。なのでちょっとそこを一緒に共感していきたいなと思います。でこれからもまだカラーの方もね、この間軽くやりましたけど、まだいろいろこのやり方とかもあるんで、この辺をうまくこう融合させながら